はい、おまちゃん、こんばんは。急遽撮ります。10月2日の金曜日です。おまちゃん、ちょっとね、パパ体調崩してて、なかなかね、ちょっと動画の方の、編集の方の処理できないんだけど、おまちゃん、ありがとうございますって、もうたくさんのね、誕生日の、ちょっとおまちゃん、これ食べとく。はい、これラム肉やね。はい、はい、たくさんのおめでとうっていうコメント、もう本当にたくさんあって、全部読んだんだけど、ね、何じゃのおまちゃん、うん、全然返信ができてなくてごめんなさいっていう、その旨を伝える動画なんよ、ね、今ちゃん。おまちゃんもありがとうって、おまちゃん、はい、おてー、はい、ありがとう、なんか言われてない動画やな、おてやな、本当にありがとうございますって。これから、今から、ちょっと読み、もう既読しましたっていうだけの、ポチポチっとさせてもらいますって、ね、おまちゃん、ありがとうございますって。で、服の件なんですけど、取り替えにママが行ったんです。で、その時の動画を僕まだちょっと再生してみてないんだけれど、撮ってるみたいなんで、梅田にママと2人で行った時の動画、うわー、それを編集しようと思います、明日でも、ね、で、新しく大きいのサイズ買ったのを着てみてもらおう。まだお店では着てあるんですけど、着ているみたい、その時の動画も撮ってるみたいなんですけど、まだ僕まだ着せてないんで、おまちゃん、ちょっと、おまちゃん、おお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 お、ちょっとこれ、書道の練習用に、ま、下敷きで水汚れてるけど、はい、おまちゃん、ん、どうしたの、あと、お部屋が見えるやんか、はい、じゃあ今日はこのぐらいです。今日のお豆み日記はこのちょっとどっか行くか、これどっか行く雰囲気やな。はい、おしまいです。なんでやの、はい、おしまい。おまちゃん来たな、もう撮影終わったよ、もう終わったから。ビスケットか、ビスケット、あ、これ1個出してるわ、これ1個あげるわ。じゃあ、でも、逃げる何気あるもんね、もう、はい、さよなら。なんで